망어르나 이거? 물어 망어르대? はい、 台車側から旧道に入りました。 貸し切りです。 国道バイパスはちょっと混んでる。 ここが元の7号線。 旧道ですね。 今ここ県道に拡散になっております。 ここを突っ走ると早くつけるのかな。 どこに? 青森に戻るんです。 やっぱ青森平和なんだよね。今関東は地獄、関東っていうか都会はもう地獄絵図かもしれないけども、まあ青森市も昨日一人まだコロナが出たようです。一人で青森市からは8人、県内トータル32人だけれども、やっぱ青森は少ない。 少なくて平和ぼけをしているっていうか、なんていうか、いいのか悪いのかわかんないけども、平和。あまりにも愛の来ないかまた。今、気温29度まで上がってきました。燃費は、本日の燃費。 スーパーキャットの画面15.3、 消費燃料 3.6リッター、 距離 55.4キロ 走っております。でこちらのインフォメーションの平均燃費は 11.1 です。 11.1というのは 給油室から今ここまでの現在のですね。でトリップメーター 124キロ 走ってリッター 11.1 まで回復しました。 こういう道ですと、この車穏やかに、穏やかにこうサスペンションが働いて、路面がしてもこううねってるんで、もうほよんほよんしますけども、穏やかにサスペンションが動いてくれると思います。こういう道を560キロで流すにはちょうどいい。 このスピードだと今瞬間燃費 30キロ、 すごいね。なわけねえな。 20が、 ちょっと計算が、お、まもなく県道27号線に入ります。多分あの信号ですね。あの信号を回ってこっち、あ、あの左、左折します。青森空港方面行きます。 帰ってくれや、こう言ってあげるな。いや、ちょうどいい。今11時だべ。12時、12時前、11時半には帰れる。よし。湘南ナンバー。湘南も曲がるんすか。あんま青森軍ずな。 今歩いてた、あの赤いシャツ着たマスクをした人、フラフラしてましたよ。体調悪そうですね。大丈夫かな。熱射病かな。今29度30度近いから、 こんなんなんかマスクしとったら、おー、ザ・ビッグ入っていった、あいつ。あ、車両進入禁止って。サマーナンバー。なんだここ。
サガも来てるよ。今のランドクルーザーサガだったよ。いや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 。おーおい、県外の人はあまり逃げてきてるぞ。大丈夫か、あまり。来週あたり大丈夫か。ちゃんと検疫やれ、検疫。防疫やれ、防疫。というふうに田舎の人は思ってしまいます。怖いんだ、やっぱ県外ナンバー見ると怖いんだよね、どうしてもさ。やっぱああいうウイルスとかっていうのは輸入されるもんだから、あまり発症のもんじゃないから、あまりに誰かが持ってくるという構図しかないから。65キロまで落としました。で、そのぐらい飛ばしてくるアウディが何度か来てるな。今からまっすぐ登っていって青森空港に行く頃の道です。で、まあその次に信号があります。その信号から右折していわゆる旧道に入ります。ちなみにそこをまっすぐ行くと例のあの有料道路となっております。おそらく曲がる車が多いと思います。収まるね、当たり前か。収まるんだよね、ここね。収まり悪い車もあったからね。あとはガゴンっていう車もあったから、何と言わねえけども。あ、いや怖い。わあ、一斉に曲がれ。曲がれ曲がれ曲がれ。200円取られますね。200円。どうせ追いつくし。